ケビン・マクドナルドはカナダの俳優、コメディアン。カナダのスケッチコメディグループキッズ・イン・ザ・ホールの一員。妹が一人いる。ケベック州モントリオールにてシーラと、地下危機のセールスマンだったハミルトン・マクドナルドの子として生まれた。父親がカリフォルニア州ロサンゼルスに移り、本人も7歳の時そこへ引っ越した。その後彼の家族はオンタリオ州トロントに移った。 若い頃は体重に問題があり、さらに痩せすぎてしまったため、1980年代後半まで子供向け番組に出ることが難しかった。スケッチコメディでもこのことをネタにした会話があり、若い頃のマクドナルドの映像がキッズ・イン・ザ・ホールの DVD ボックスセットに収録されていた。友人のデイブ・フォーリーと共にキッズ・イン・ザ・ホールを結成。 トロントのセカンドシティトレーニングセンターで出会った二人は、それぞれが所属していた団体の時よりも、精力的に、スケッチの台本を書き実行した。劇団のテレビシリーズや舞台作品において、キング・オブ・エンプティ・プロミシーズ、サン・サイモン・ミリガン、ジェリー・シサラーといった人気キャラクターを演じてきた。それでも、彼が最も人気のないメンバーであるがゆえに、 いつも首にならないように頑張る様子がネタになっている。キッズ・イン・ザ・ホールの番組が終わった1994年から、ボーイ・ミーツ・ガールといった作品に出るようになり、ザ・マーチン・ショートショーエレン、ザット70ショー・ 70S ー隣のサインフェルド、フレンズ、ニュースレディオ、アレステッド・ディベロップメント、コーナー・ガスといった番組や映画などにも俳優として出演してきた。 また、アウトキャストのローゼズの PV や、ティムエリック、S.O. サムショーにも出演した。2006年、最も良いカナダのスケッチコメディ団体を決めるという、内容の CBC の特別番組で司会を務め、スケッチウィズ・ケビン・マクドナルドが、カナディアンコメディアワードを受賞した。近年は、モントリオールのジャスト・フォー・ラフズ・フェスティバルの一環として、キズ・イン・ザ。 ホールの同窓会を行い、クレイグ・ノージーと共に、マクドナルドの父親とキッズ・イン・ザ・ホールを描いた二つの、機能不全過程の話を元にした、ハミー・アンド・ザ・キッズを行った。スポンジ・ボブ、インベーダー・ジム、アングリー・ビーバーズ、キャッツ・クラッチ、クラークスといった作品では、声優として活躍してきており、フォスターズ・ホームでは、誰かが誰かを探してる、現代。 サイト放送ーーはアイズという回で、アイバンという名のイマジナリーフレンドを演じ、リロスティッチシリーズでは、異性相を行うエイリアンプリークリーを演じた。ありがとうございます。